新小岩のみんな、調子はどうよ。澄み切った空の下、なぜか心は曇り空。わかるよ、このご時世だもの、いろいろあるよね。今日はそんな心に一筋の光を見つけに行こうと思う。一筋の光が見つからないって？だとしたら塞ぎ込んでやしないかい？一筋の光は希望、勇気と継続の向こうに希望ってのはあるもんだ。路地裏の新小岩、希望の匂いを探してたどり着いたのはこの店、新小岩ソウルキッチン。本日は近江牛すき焼き専門店米久を紹介。しかもすき焼きだけじゃなく、近江牛をいろんな料理で楽しませてくれるお店なのだ。店内は広々としていてとても美しい。少人数から団体まで全てに対応できる作りになっている。近江牛の価値、歴史も垣間見れる、そんなブースもあるんだね。先人たちの歴史とともにお店の存在感もしっかり感じることができる。見てこのメニューの量、コース、ランチ、アラカルト、おすすめメニューなど写真とともにきめ細やかなコメントで、内容もバッチリ、食欲が湧いてくる。本日いただくのはすき焼き2500円、プラス前菜の盛り合わせ、デザートとコーヒー。たまには自分にご褒美だ。まずは前菜の盛り合わせ、近江牛のメンチカツ、近江牛とインカの目覚めのコロッケ、近江牛の出汁で取ったトマト煮、近江牛の牛しゃぶサラダ。見てこの盛り、口から出る唾液でもう溺れそうだ。一品一品のオーラがすごい。皆様、お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。さあいただくとしよう。まずは近江牛の牛しゃぶサラダ。もうね、箸触りから違う。おいしい肉をつかんだ感覚がわかる。おお、なんだこりゃ。上質な肉の脂の香りと肉そのものの芳醇な香りがアデノイドをくすぐりながら鼻腔をなめ、窒素、酸素、二酸化炭素と絡み合いながら幻のように大気へと帰っていく。質量を感じる前に肉は溶けてゆき、え、液体が通った？と思わせる喉越しに咽頭は心地よいバグを起こす。同時に甘酢のようなソースが口中を漂い、接触中枢をノックすると箸はもう止まらない。うまいな。次は近江牛のトマト煮。コロッとした肉はマシュマロのようにふんわり柔らかい。爽やかなトマトの酸味がお肉とよく合うね。そして近江牛とじゃがいも、インカの目覚めを使ったコロッケ、塩でいただく。衣もサックサク。ここでようやく固形物が入ってきたことを歯が感知する。さっきの二品まで歯で噛まなかった気がするもんね。じゃがいもの香り高さよ。インカの目覚めはなかなかお目にかかれない希少種。栗のような甘さと濃厚な味わいが口いっぱいに広がるね。塩で食べることでさらに甘みに輪郭を持たせ、そこに近江牛のコクで旨味の凝縮されたコロッケになる。これも美味しい。こちらは近江牛のメンチカツ。肉そのものの香りがよくわかる一品。衣の食感と肉のもっちりして、それでいて軽い食感が
舌と歯をもてあそんで楽しい。噛めば噛むほど肉のうまみが増幅し、手に負えなくなる。そんなこんなでおいしん。ついに来ました、メインディッシュのすき焼き。見て、この程よい厚みと細かい霜降り。ちなみに細かい霜降りのことを小刺しって言うんだって。そして鉄鍋のジャグジーには5種類のお野菜と焼き豆腐が近江牛のご帰還を待っている。このすき焼きだけで2500円は信じられない安さ。プラス先ほどの前菜とデザートコーヒーで3800円。ついに王のご帰還。素晴らしい、完璧なビジュアル、オーラがすごい。肉に生卵を絡めるようになったのは、美味しいお肉を焦って食べてやけどする人が多かったから。また当時は高級食材だった卵と高価なお肉の組み合わせがごちそうとして広まったからと言われている。お前やけどしそうだもんな。小皿に取り分けるこの瞬間はいくつになってもワクワクするよね。一通り火が入ったら弱火にしよう。少しレアな感じでいただきます。問答無用の美味しい。甲虫で脂肪が溶けて旨味とコクのビッグウェーブ。小刺しだから柔らかさが半端ない。問答してるやないかい。割り下の甘さと風味もよくマッチしてる。美味しいな。米久は浅草に本店がある。そのルーツは滋賀県蒲生郡から牛を連れて箱根を越え、浅草で牛鍋として商売を始めたのが明治12年、約140年前のことだ。米久本店で働いていた一人の男が退職金代わりに米久の看板をのれん分けしてもらった。その男は新小岩に降り立ち米久を始める。それから67年、そんな祖父を持つ今のご主人は3代目だ。米久イコール近江牛の牛鍋の流れを組んでいるのだ。その歴史と伝統の米久のすき焼きを食べられるのは浅草本店と新小岩米久、この2店舗だけ。現在ではすき焼き専門店を新たに開業する店はほとんどない。米久は希少なお店なのだ。最後はご主人のおすすめでふわふわ玉丼をいただこう。残った割り下に溶いた卵を泳がせる。2つが絡み合ったらオンザライス。近江牛と野菜のうまみがたっぷり詰まったふわとろ玉丼の完成。美しい。凝縮したうまみをすべて卵が抱きしめて、白米と絡み合いとろける黄身に I want you。 なんたって米久の白米は美味しい。水分量少なめで一粒一粒が立っている。甲虫では優しくほどけて優雅に泳ぐマーメイドのようだ。噛みしめるほど甘みを増し、卵と恋人のように絡んでゆく。おいしい。そして七福神の仲間においしいも入れてほしい。どさくさに紛れて途方もない願いするね。最後はデザート。滋賀県近江八幡市の長寿府
それと抹茶をかけたバニラアイス。長寿府はすき焼きに入れても美味しくて、他にはあんこを挟む食べ方もあるんだって。コーヒーは千葉県いすみ市の木コーヒーさんから仕入れている。このコーヒー、うつつ川でも使っていたよね。ふわふわでサックサクの長寿府とバニラアイスに深い味わいのコーヒーがよく合うんだよね。おいしい。デザートを食べながらご主人からいろんな話が聞けて楽しかった。新小岩米久、初代の勇気と三代にわたり継承されてきた伝統の味。米久は新小岩の光とも言えよう。それはコロナ禍の希望の光以外の何物でもない。新小岩を支えてきた名店は僕たちに勇気と希望を与えてくれた。